イシリーズで最初に登場した FT のアッチソン・トピカサンタフェ鉄道を所属者。貨物用であるが、かなり鮮やかな塗装。エンド・ F シリーズは、ゼネラルモーターズの機関車部門であった、エレクトロモーティブ・ディビジョンが1939年から1960年に製作した電気式ディーゼル機関車。アメリカ合衆国、カナダ、メキシコで使用された。 解体中のボルチモアオハイオ鉄道の会7。567系エンジンの形状や搭載位置がわかる。会シリーズの F はフレートの頭文字を表している。この頭文字に示されているように、もともとは貨物列車用として設計されていたが、旅客列車用として使用されることも多かった。この系列の機関車の形式はすべて F で始まる。 イシリーズの軸配置は BB で、ブロンバーグ B 型台車を2つ備えた前、軸駆動であった。発電用エンジンは、2サイクル V 型16気筒の567シリーズで、イシリーズで使用されたのは形式により16から567から16から 567D1 まで数種類が存在する。車体は、ブリッジトラス式の一体構造で、 大枠と骨組みの両方で、車体強度を確保し、外壁のパネル部分のみが飛行増材であった。この構造をキャブユニットといい、A ユニットは、前面の形状から、ブルドックノーズと称された。カイシリーズの後継である GP や SD シリーズは大枠のみで強度を確保し、車体は表面を覆うだけのカウルユニットとなっている。姉妹形式の E シリーズでは形式によって、 前頭部の形状及び側面の窓形状が異なるが、回シリーズでは最初の FT から最終形式のフロリダ級まで全て同じのため、F シリーズの外観は各形式に通った感じになっている。最終組み立てはイリノイ州ラグレーンジの g m エンド工場で行われていたが、回7よりカナダ向けの車両は GMD で作られており、 製造もオンタリオ州ロンドン工場で行われた。販売された鉄道会社はアメリカ合衆国に加え、カナダからメキシコの北米の広範囲に渡たったほか、FP7 と FP9 はサウジアラビアにまで販売された。カイシリーズはカバードワゴンと呼ばれることがある。カイシリーズに牽引された列車はワゴントレインと呼ばれる。この故障は鉄道ファンの間では未だによく、 使われている。こう呼ばれるようになった理由は、F シリーズ機関車の屋根が、西部開拓時代に用いられた、コネストが馬車によく似ているからである。海シリーズは、アメリカの第一世代のディーゼル機関車としては最も、成功した機関車で、高い信頼性をもとに、貨物列車牽引の分野での蒸気機関車を次々に置き換えていった。ここでは概要のみ表示。詳細は、 各形式のページを参照。改造形式の一つ、マサチューセッツワン交通局の FP10。通勤列車を牽引している。以下の形式は、後年の改造によって誕生した形式である。イシリーズはその名称が貨物、すなわちフレイトの頭文字に由来することから、わかるように、貨物列車の牽引用に制作された機関車であるが、かなりの、両数が、 旅客列車の牽引にも使用された。最初の FT は旅客列車の暖房用の蒸気発生装置を持たなかったが B ユニットの後部には空きスペースがあり、いくつかの鉄道会社ではここに蒸気発生装置を設置した。サンタフェ鉄道では1945年に旅客列車牽引に対応した FT-167 号の40連が L キャピタンを牽引した実績もある。 この事例を参考に GM&YF3 の販売時に蒸気発生装置をオプションで取り付け可能とした。これらの蒸気発生装置は車体後部に設置され、車体後部の排気口と安全弁で見分けることができる。回シリーズの旅客運用は山岳路線でよく見られた。E シリーズの3連と F シリーズの4連は同じ5400馬力であったが、 同軸数が前者では3両で12軸であるのに対し、後車は4両で16軸と多いことから、1軸あたりの同輪収出力が低くなり、空転の発生が少ない。また、ほぼ同車重の E シリーズは、電動機を持たない、有利があるため同軸重が F シリーズより小さく、前車軸に車重がかかる F シリーズは粘着力で勝り、牽引力も大きかった。 当初から旅客牽引向けに設計された FP7 と FP9 も後年登場した。また E シリーズとの並結も見られた。FT の時より F シリーズを過客両方に使用したサンタフェ鉄道のスーパーチーフやエルキャピタンの牽引のほか、バーリントン鉄道、デンバーアンドリオグランデ鉄道、ウエスタンパシフィック鉄道の3つの鉄道会社が所属する。 海方が交代で運用したカリフォルニアゼファー等の長距離列車の経引に加え、通勤列車や短距離列車での使用も盛んであった。これらの任務では特に海7が多用された。海シリーズには鉄道会社のニーズに合わせて選択できる以下の装備があった。ダイナミックブレーキとは立行時とは別の回路で主電動機を抵抗機につないで発電させ、 その効力をそもそも即に用いる発電ブレーキで急勾配が存在する路線の運行や山岳地帯の鉄道会社で取り付けられた。スカートは見栄え重視の旅客型と実用性重視の貨物系の2種類から選択することができた。旅客系スカートは E シリーズのものと同様でノーズのカーブに合わせたスムーズな形状になっていてヘッドランプから スカートの先まで一体感のあるデザインを構成していた。連結器の収納スペースも設けられ、機関車が先頭に立つ場合、そこに連結器を隠すことができた。貨物系スカートはノーズよりも内側に設けられ、連結器やブレーキホースは剥き出しの構造になっていた。また、グレート、ノーザン鉄道等関連地を走る鉄道向けの階7には、 スノープラウ型のスカートも存在する。その他のオプションとして、A ユニット前面に設置された貫通扉にライトを設置することが可能で、蒸気写真のように二頭型にしたり、グレート、ノーザン鉄道やアラスカ鉄道向け等、寒冷地向けに納品された車両には、屋根の排気ファンに保護カバーが設置されるなど、鉄道会社により様々なオプション装備がなされた。当初オプションだったものが、その後、 標準装備になったものとして、正面の点灯式大型ナンバーボードがある。FT 回にまでの点灯式、ナンバーボードは、クラセファケーションライツと呼ばれるライトと一体になった、側面に小型のタイプのみだったので、オプションで A ユニットの貫通扉や側面にナンバーボードを別に取り付けることができた。F3 より、正面の点灯式大型ナンバーボードが、オプションで付けられるようになり、 クラセファケーションライツは大型ナンバーボードの上に設置されるようになった。正面の点灯式大型ナンバーボードは好評だったためか、その後標準装備になり、後年 FT 等も改造で取り付けられた車両も存在する。アメリカの第一世代のディーゼル機関車で最も成功した機関車のため映画でも登場する機会もあった。その中でも下記日本は特に 世界シリーズが活躍した。E シリーズ同様に博物館に保存されている車両や、観光列車等を牽引している車両も多い。また、アメリカのみならず、カナダからメキシコまで幅広く活躍しただけあって、広範囲に現存者が存在する。カリフォルニア州立鉄道博物館等のように E シリーズと共に保存されているケースもある。詳細は各ページを参照。ありがとうございます。